わけで、会場の方では、こちらね画面をね見ながら、ね、はいはい、進めたいと思います。さあ今回は、先ほどね相馬さんが言ってましたけれども、はい、まあ、もう少し噛み砕いたところでね、うん、あの早速プレー始まったんで、はい、解説をお願いしたいかなと思うんですが、はいはい、はい、こちらダラヤスガイデンという作品ですね、うん、はい、1994年発売のタイトルです。おー、15年前、はい、今見ても全然色褪せないというか、本当に曲とシーンの一体感、素晴らしい作品になっております、はい、プレイを依頼した時にですね、はい、目標点が、まあ、1300万ということで、はいはい、1300万目標、マンボウの5000、1300万ということで、はい、まあ、そこら辺を狙っていけるかどうか、うん、最終的にちょっとスコアの方を見ていただければと思っております、うん、はい、まあ、部分部分なんですけども、まあ、一面の点数等も、目標値が、まあ、44万ですね、44万点台が目標となっておりますので、はい、それに近づけるかどうかっていうのが最初の見どころです。なるほどね、なるほど、はい、今回これはもうガチで結構スコア狙いにいってるプレースタイル。そうですね、今回というか、IMO さんのそのプレースタイルが、はい、もうガチのスコアアタックになるので、はい、本当にもう妥協を全く許さない、もう点数を取るためだったら何でもやる、はいはい、なるほど、相当前張り付いたり、打ち込んだりしてますね、はい、そうですね、これをやることによって、球を打ったりとか、はい、ミスをしないで生き延びたりとか、うん、あとはアイテムを取ったりすることによってランクが上昇していきます、はいはい、ランクが上昇することによって、はい、敵の耐久力が硬くなったり、うん、あとは敵の弾速とか球の数が多くなったりするんですが、なるほど、これが後半である場所で稼ぐためにランクを上げなきゃいけないという、おー、じゃあもう今からそのいわゆるランクアップを仕込んでるって、そうですね、仕込みですね、はい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 、はい、なるほどね、もう一面からねそういうプレースタイルでいってますよ、はいはい、早速一面のボス出てまいりました、はい、ゴールデンオーガ、モチーフがオニキンメという魚になっておりますね。この時期うまい魚ですよこれは本当に。こちら、エンターブレインさんでご予約された方に設定資料集がついてるということで、はい、先ほど控え室の方で設定資料集見させていただいたんですけれども、はい、こと細かく書いてありまして、うん、これはすごいな、もうサイズも書いてありますよ、このオニキンメ全長50メートルぐらいです。はぁ、あ、ピンとこないですけどね、魚って 50m ってね、ねえ、ねえ、一応設定資料集あるんですよ、こちら。あ、本当ですか、はい、あ、はい、持ってきてもらっていいですよ、はい、これ、はいはいはい、こういったのが、エンターブレインさんで、予約していただくと、そうね、ついてくると、これ、もう予約された方はね、明日、はい、お手元に届くかもしれないので、これが、まあ、読み応えありますね、これね、うん、ダライアスの歴史から何から、全て書いてある、うん、そうなんですよ、はい、そうなんだよ、すごいのが、ほとんどがカラーっていうのがすごいですよ、うん、そう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 、これね、おまけのなんか設定集っていうか付録と思うと結構ね、そうじゃねえだろみたいな、もう一冊の本ですね、うん、さあ、言ったところで、今は、一番のボスですよね、うん、はい、これ当然あれですよね、タイムアップまで、そうですね、タイムアップの手前になると、はい、ヤズカという永久パターン防止キャラが出てくるんですが、はいはい、それが出てきてもまだちょっとボスの自爆までに時間があるんですね、うん、はいはい、その自爆ギリギリのところまで粘って、うん、ランクも上げつつ、うん、鱗を飛ばしてくる、はいはいはい、パーツで稼いで、はい、でギリギリのところで今の状態ですね、そうですね、うん、10点の位がくるくる回ってるんですけど、うん、こういう細かい稼ぎもチリツモでやっていかないと、うん、最終的にそこそこな点になってしまうので、これ一面のなんか目標値が44っていう話でしたけど、はい、今ちょっと24じゃないですか、はい、これはどうですかね、ですね、44万点の内訳っていうのが、はい、実際に敵を倒したことによって得られる素点というのが34万点約、うん、はい、でさらに銀勲章の5万1200点を2個引いて44万点だったわけですね。なるほどね、はいはい、IM さんの自己ベストのスコアっていうのは、うん、そこで10万、5万5万で10万入るんですね。そうですね、それが今回ちょっとまだ引けてないので、はい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 、その分が足りないかなっていうところ。なるほど、プレイ内容的にはもう申し分ない。そうですね、素点の合算としてはもうこれでボス倒して34、はい、もう理論値ビタビタに稼いでます、はい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 、どうですか、ヒロリンさんから見た今日の IMO さんのプレイは。そうですね、もういつもと変わらずすごく安定したプレイで、うん、IMO さんのダラガイのそのプレイの安定度っていうのは本当すごいものがあると思うんで、はい、
はい、この間もあのプライベートで久々にあの一緒にゲーセンに行って2人で、はいはい、あのダラガイを見せてもらったんですけどね、はい、もうやっぱりすごく安定してますね。あ、それでなんかまたちょっと再確認したというか、うん、あ、やっぱあやもさんうまいなと、うん、はい、そんな感じでした。ね、なんかさっきはね緊張してるようなことね、ねえ、おっしゃられてましたけど、まあやっぱね、レバー握ってねプレー始めちゃえばもう集中力が、そうですね、はい、そろそろもう矢塚が出てきたので、もうすぐボスが自爆してしまうので、うん、そろそろとどめを刺しに、はい、ボスのやられるシーンとかもじっくり見ていただきたいですね。あの、はい、切り身状態になって切り身になる飛んできますんで、あはは、は、その断面的なところもちょっと描かれてる、切り身なんですね、かっこいいですね、そう考えるとあれですよね、もう IMO さんは熟練の板前さんみたいなもんですよね、これね。まあそうですね。この1面から2面にかけてまた曲がずっと続いてるのも、はい、ちょっと印象深いっていうか、うん、さあ今、Cコースに、ね、はい、入りました、さあこの面はどんなところを見てたらいいのかってのありますかね。ですね、ここ C ゾーンの道中に関しては、はい、まあ、最初の見どころは中ボスのキャプチャーですね、はい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 、ちょっと、うまくキャプチャーできないことがたまにあるんですけど、もうすぐあの中ボスが上から登場してきて、はい、あの頭のところのキャプチャーボールにだけうまく球を狙って当てて外れたら、はいはい、あ、ちょっとこれは厳しいパターンですね。わ、緊張感ありますね、はいはいはい、あ、なんとかキャプチャーができました。迂闊にね、自分の装備がね、上がっちゃうとね、そうなんです、あの攻撃当てちゃうっていうところもありますよね、はい、なのであの、打ち出せる球の制限をかけられてしまうっていうのはすごく辛いんですが、うん、まあ、なんとか今、かろうじてキャプチャーはできましたと、はい、ドキドキしました今、はい、今ちょっとドキドキしました、うん、危なかったです、今のは。だやっぱりこの辺も安定感があると言われるゆえっていうことですよね。そうですね、本来のパターンから多少崩れても、はい、それをフォローするところまでパターンにしているというか、あ、なるほど、はい、そういうところは本当すごいと思います、うん、ちょっとの失敗ぐらいならもうパターンにしちまおうと、そうですね、そういうところまで想定しているというか、すごい、それも含めて安定しているというのが、お、25,600が出ましたね、出ましたね、出ましたね、出ました、200、シーゾーンボスキングフォスルですね、はい、モチーフはシーラカンスとなっております、はい、まあ、ね、ダライアスは有名なねシーラカンスですね、もう大きいのからちっちゃいのからいっぱい出てきますけど、これももちろんその攻撃の仕方はもう全てその考えられた結果ってことですよね。そうですね、最初のうちに一気に今もうちょっと打ち込むと、はい、ボスがやられてしまうんですが、はいはいはい、ギリギリのところまで打ち込むことによって、はい、体の鱗が剥がれて、あ、なるほどなるほど、でそれでまた稼ぐと、そうですね、全部剥がしたことによって第二段階に移行して、はい、今お腹のところからミサイルが出てますよね、はいはいはい、ミサイルを壊し出させるためには先に鱗を全部剥がさないといけないんですね。なるほど、だからその絶妙な打ち込みのタイミングで、はい、第二段階に速攻で切り替えて、あとはひたすらランク上げと細かい点数稼ぎをやってい、いるところですね、今。あれなんですかね、IMO さん、今でももちろんバリバリにダラヤスガイデンをプレイされてるってことなんですか。まだまだ現役ですね。現役ですね。はぁ、だって94年に出たわけですよね。死ぬまでやってるって言ってましたもんね、はい、本当すごいですね。だから15年経ってもまだやり込む余地があるというのがまたこのダラヤスの魅力の一つかもしれないですよね、そういう意味ではね。そうですね、だこれも本当にギリギリのラインもこれ全て考えてやってきた結果ってことですよね。そうですね、熟練の技、はい、もうここまで来ると敵弾とかも速くなってランクがすごいもうかなり上がってる状態なので、はい、まあすごいプレッシャーとかもあると思うんですが、はい、けどまだ倒さないんですよね。そうです、はい、まだまだランク上げ足らない状態なのでもう倒そうと思えばいつでも倒せる状態、はい、そういう状態ですね、うん、そろそろ楽にしてあげたらってこと思っちゃいますけどね、これね。そうですね、もうなんか鱗も剥がれてボロボロだけどまだまだ
稼がせてもらいますよと鬼ですね、はい、2面終了時で、はい、IMO さんの自己ベストのスコアが137万点となっております。若干ちょっと差がついてきたかなといった感じでしょうか。銀勲章の、そうですね。ただまあこの時点でもね110万ですごいなと思うのに130万いくっていうのがまた恐ろしいですよね、これね、うん、でこれボスで10万点そうです、はい、あなるほど。それを足すとまあ118万、うん、120届くか届かないかぐらいですね。そうですね、そのぐらいなので、まあ、それだけこれだけかっちりとしたプレーをした上で、うん、さらに銀勲章の引きも絡んでくるという、うん、すごくもう本当にシビアな戦いになってますね、はいはい、だからこれでね先ほどの10万ロスがそのままであれば、はい、まあ蘇天の転向率からしたら全然悪くない、はい、全く落ちてないので、はい、さっきちょっとCゾーンの道中のボスのキャプチャーするときにちょこっと素点が落ちちゃったぐらいで、はい、あとはもう今のところはもう申し分ないプレーだと思います。個人的に好きなのが、はい、あえてショットを打ち込んだときにパーツが壊れていくじゃないですか、はい、そのやられた箇所のグラフィックが個人的に好きなんですよね。ああ今もうその状態ということですね、これね、はい、この中身が壊してるなっていう。あ壊してるぞ感、はい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 、エヴァ防止キャラも出てきましたね。もうそろそろ自爆ですね。すごい、ね、あ今素晴らしい。ちょっとアームのダメージを食らってしまいましたね。うん、お続いて、ゾーン E。ゾーン E 見どころなんかはあるんですかね。例えば敵とかは。ですね。ボスがやっぱちょっと印象に残りますね。イソギンチャクをモチーフにしたボスなんですけれども、はい、かなり印象に残ると思います。ほうほうほう。お、来た。中ボスですね。ここからまた中ボスのキャプチャーが。もうかなりランクが上がってる状態なので、でね、今のキャプチャーも、はい、かなり危うかったです。もう本当ここら辺からランクを上げたことによるそのリスクというか、うん、そういうのがだんだん表面化してくるところですね、うん、だって攻撃が半端ないですもんね、もうね、はい、だからね、これね自分もそうなんですけど、はい、ダラスガイデンって割とね人気あってみんなやってるじゃないですか、はい、自分のやってこれ3面目でしょ、はい、自分のやってる3面とちょっと違うぞみたいな。あーなるほどなるほど、ね、これ普通にプレイしてるとこんな激しくないですからね。あー、うん、まだ全然普通にプレイしてるとまだここら辺など余裕がそうなんですよね、あったりするんですよね。敵の弾の量がもう半端ないですもんね。あーそうですね、完全に魔球の餌レベルになってますもんね、パッサみたいなでここが結構肝なんですよ、はい、ラワガスという紫色の、はいはい、弾みたいなやつが出てますね、はい、あいつが打ち込んでしまうと連続して打ち込むと壊せないんですよ、うん、止まっている時にしかダメージが与えられないんでちょっとずつ打って壊さないといけないというなかなか難しい雑魚キャラなんですと言ってる間にもう注目のボスに到着しちゃいました、ええ、和名が扇風機になっております。扇風機エレクトリックファンおほほほお、さあこう言われたらなんか扇風機に見えてくるし、あれこれダイソン製かなとか思っちゃいますよね、これね。もうなんか扇風機が時短だ踏んでるみたいな感じですよね今こう磁気を吸い込みましたね、はい、あれ設定資料によりますと本体中心部で強力な磁場を発生させているようですね、はい、ということで対象物を吸引して4本の触覚でプレイヤーさんを叩き潰すといった、ね、いやだから扇風機じゃなくてさ掃除機じゃないの。掃除機ですよね。ダイソン製。ダイソンの掃除機ですよね、これで。扇風機、まあ、吐き出してるからね。すごいな。あ、でも吸ってるね、みたいな。吸って、吐いて。吐いてる。吸って、吐いて、ジャンプして、で、はい、後ろに戻ったかと思ったらまた時短だ。はい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 。ひたすら。なんか、ちょっと可愛らしく見えてきましたよ、俺なんか。なかなか可愛いやつです、はい、お、来た
これもだからそのいわゆる自滅するまではそうですね、この段階の第一段階の状態でずっとしばらく時間を稼いでランクを上げつつ、うん、ちょこちょこ出てくる雑魚敵などを倒して細かい点数も稼いでいくと。そうですね、感じですね。もうこれも本当10点単位ですからね。はい、こういうところも本当たかが10点でもやっぱり回数が多くなってくると、うん、されど10点、はい、されど10点になるんですよ。うん、で今足元を見ると分かるんですけど、はい、今足を2つ壊してる状態なんですね。そうですね、そうですね、はい、足がいわゆるやられパーツになってる。そうですね、あれをあと1個足を壊すと、うん、その場で時短がしなくなっちゃうんですよ。動けなくなってその場に留まって、はい、次の段階に進んじゃうんですね、はい、なのでそれを防ぐために今わざと下の足にはダメージは、はい、攻撃をしないで最後に一気に足を根こそぎ取ってからボス本体を破壊と。相当可愛いですもんね、この瞬間ね、うん、そうなんですよ。なんか、うん、もしかしたらシーラカンスよりもこっちの方が印象的かもしれないですよね。この曲って結構頭に残りません？残ります。残りますね、うん、なんか普段ゲームをしない友達もゲームセンター行ってこの曲が頭から離れないって言ってたのを思い出しました。気がついたらなんか口ずさんでそうみたいな感じしますもんね。いやでも本当ダラヤスガイデンってゲームセンターに当時置いてあるところから、はい、結構響いてた印象があるんですよね、ゲームセンターの中に、うん、確かに、どこのお店でも結構ボリュームが大きめに設定されてましたよね。あれボリュームが大きかったんですかね、はい、うん、小さくてもなんかこう結構音の通りがいいというか、そう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 、足を取って動けなくなりましたね、はい、第3段階に入りました、はい、でもう矢塚も出てきてるので、もうすぐ急に緑色出てきましたね、はい、初号機みたいになっちゃいましたよ、中に、うん、まだまだ、ちょうど今、はい、これで、はい、倒しましたね。さあ、点数的にはどうなんでしょう。自己ベストより20万点ほど落ちちゃってますが、はい、まだまだ目標としている3100万点狙っていただきたいですね。1300万です。さあ、ゾーン H でございます。ボムを全然使わないんですね。そうですね、ボンバーがですね、はい、クリアした時に残りボンバーのボーナスが入るので、はい、それのために必要なところ以外は使いません。なるほどなるほど。余ってしまうようなシチュエーションの時には使えるんですけど、基本的にボムって5個まで貯められて、はい、でそのボムを5個残した状態でクリアするのがまあ一番点数が高くなるんですが、なるほど、まあ、そのために稼げるルートとかと照らし合わせていくと、はい、最終的にボムが1個も使えなかったりとかいうところも確かあったような気がします。なるほどね、要は6個目が出てこないみたいな。そうですね、出てきても取っちゃうと5000点になっちゃうので、だったら、はい、ボンバーを使って5000点以上稼げるところで使ってやろう。なるほど、はい、もうすぐ あとはこの4面に関しては、はい、キャプチャーをする中ボスが出てこないんですか。おうおうおう、さっきちょっと出てきてたフリックリアングラーっていうちょっと大きめなやつが中ボス扱いなんですけど、はい、キャプチャーはできないです。なるほど、はい。